はいどうも、カオスマリサです。先ほどの続きです。この人めちゃくちゃ強い、韓国人の人、9000位ぐらい。ここでエルフーン出します。で最後追い風からの雪でぶっ倒します。アクアブレイク、オッケー、命の弾だね。よし、じゃあここで、そうだな、追い風打ちます。追い風、オクアブレイク、オッケー、これいけるよ。これ本当に今まで戦ってきた人の中で一番ランクが高くて強い。でここで、バイバニラを出して健康を雪にして、相手のスイスイを下げます。スイスイが発動しなくなる。雨じゃないとスイスイは発動しないんで、カジルギガメは雨の状態だと、素早さが2倍になります。でここで、雪になったんでフリーズドライで、これで倒せなかったら俺に負け。フリーズドライで頼む、貫け。はい、対戦ありがとうございました。あーぶねー、これはすごい試合だわ。いや謎の韓国人さん強えー、マジで。いやー負けっかと思った。めちゃめちゃ考えたよ。もう頭いけよ、考えすぎて。いやーアメパつらいね、やっぱり。じゃあ謎の韓国人さんに勝ったということで勝利の、これは、午後の紅茶ピーチ&ペアティーソーダスペイン産ピーチ果汁使用甘さすっきりを飲みたいと思います。このねプシューってことね、弱いですけどね、炭酸が。じゃあいでげーす。あーうまいわ。いや勝利の後の勝利の後のこの午後の紅茶ティーソーダピーチ&ペアティーソーダスペイン産ピーチ果汁使用甘さすっきりはめちゃくちゃうまいっすね。長いけど、いやマジで今回負けっかと思ったよ。いや最近ほんと本当に漁師勝ってるんでね、本当にねなかなかこううまく勝たせてもらえない、イージーウィンさせてもらえないんだよね。強い人がやっぱ多いから、マスターランクの9000円とかだと、いや本当にね頭使った。めちゃめちゃリザードン出したいけど、本当ナットレを倒すためにリザードン出したいけど、本当最後まで諦めなくてよかった。ナットレがめちゃくちゃ重かったわ。あれ本当吹雪で凍んなければ俺の負けでしたね、事実。実際これやっぱね吹雪の凍る確率っていうのは確か 30% だったと思うんで、そういう意味ではやっぱ運を引き寄せた俺の勝ち。でフリーズドライも何回も何回も当ててたんで、あれも 10% で凍る技なんですよ。だからそのなんていうのかな、まあ神様がね、里崎決めてくれじゃないけど、カオスマイスは決めてくれって感じで、託したんだと思います。いや本当にねこの試合はマジで負けっかと思いましたよ。でも最後まで諦めないで、本当にスーパーパワートレーニングもポケモンもそうなんですけど、諦めたら終わりなんですよ。そこで本当ガンガン行くぜ最後までって言ってね、俺はちゃんとやってますけども、本当諦めちゃったか、ジムやめちゃったか、ポケモンやめちゃったかなんて言われないようにね、本当死ぬまで筋トレとポケモンをやっていこうかなと思ってます。ガンガン行くぜ最後までっていうことで、まあ本当俺が諦めない限りは本当ねレジリエンスプロレスもやっぱ面白いですし、そのなんて言うんでしょう、やっぱりプロレスとかポケモンでその例
この日本をね元気にしていきたいと思ってるんですよね俺は。そのカオスマイスターとしてね、ポケモン実況とプロレスでやっぱカオスマイスターはこのなんて言うんでしょう、今コロナとかでねこう自粛自粛って言われてますけども、そのね暗いニュースばかりですけどやっぱり明るいニュースにしていきたいですよね。だから今はこう自粛でこう耐えなきゃいけない耐えなきゃいけないっていう時なんであれですけど、本当これが終わったらねもう本当めちゃくちゃ面白い試合ガンガンやって、本当もうガンガン行くぜ最後までっていう感じで諦めない心っていうのを持って皆さんを元気にさせていけたらないいなと思ってます俺は。いやー本当にこの前後編になるとね、後半の部分はもうこのラジオフリートークで終わるんですけど、本当にもうネタがなくなるんですよね。特に今回相手が強い人との対戦だったので余裕がないんですよ。だから前半のあのナットレイを攻略する部分で全然喋ってないんですよ俺。頭の中でもフル回転してフリーズドライをあと3発当てて引いて、そして次のポケモンでどうやってお茶を濁すかみたいな、ギャラドスが竜の前2回積んで大ジェットで相手のナットレイ倒せるのかどうかとか、ダメージ計算とかしてて本当にもう頭フル回転で実況しながら何面白おかしく喋りながらポケモンバトル、これ本当相手が強ければ強いほどできないですねマジで。いや本当にねこれはめちゃめちゃ難しいわ。ナットレイをリザードン抜きで倒したのは初めてなんじゃないかな。もうあのナットレイが例えば防御振りじゃなくて特防振り HD 振りだったら俺完全に負けてました。っていうかそもそもあの吹雪で凍らしなかったら俺の負けだったんですよ。だあの勝ちはマジ運勝ち、運もね実力のうちですからやっぱり。はい、だからまあ俺が何を言いたいかっていうと、そのねあのポケモンスーパーパワートレーニングから逃げんなよっていうことを言いたいんですよ。でポケモンとスーパーパワートレーニングで思い出したんですけど、ハプキトーマスター、本当はね筋トレやってんのかな、スーパーパワートレーニングやってんのかなと思いますよね。あとポケモン本当ウルトラサンムーンの時にねあいつがそのやろうぜって言ってやって買ったんですよ。そしたらあのね確か2月の最初に買ってグダ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 してやらない、グダ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 してやらない、やる暇は絶対あんだよ。だって仕事となんで休みの日は絶対あるのに、そこスーパーパワートレーニング来てないんですよあいつ。それ来てないのにあのポケモンができない、どういうことなんだよと思って、グダ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 してやらない、グダ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 してやらない。で最初俺言ったんですよ、どうせお前グダ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 してやらないんだったらクリア済みのデータを買ってそれでランクマッチレーティングって言ったんですよ昔は。でレート対戦潜れよって言ったんですけど、あ分かったっつって、でクリアデータを引き当てたんですよ。ですげえ運だな、よかったなと思ったら、やっぱりデータ消すわ、言って。はぁと思いましたよね。なんでデータ消すんだよと思って。で、なんかちょっと最初の名前が気に食わないからとか言うと、お前そんな、まだデータ消したらグダ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 してやらない。何ヶ月先になるかわかんねえぞ。1ヶ月以上かかんじゃねえのか、みたいなこと言ったら、いや、まあ大丈夫だよとか言って。ほんで、いざデータ消してやってみたら、2ヶ月経っても、うんともすんとも言わなくて、結局もう俺が、ムカついたからそんなに時間かかんのかって言ったら、いやクリアするためにはなんかストーリークリアの才能が必要だとかわけわかんねえこと言い出したんですよ。はあお前ストーリークリアの才能が必要だって言うんだったらお前小学生とかどうやってクリアしてんだよ、そんな難しいゲームじゃねえよポケモンはって。対戦は難しいかもしんないけどストーリークリアなんて1週間あればクリアできるんだっつって、じゃあしょうがねえから俺が職場の Y 島さんっていう人からウルトラムーンを借りたんですよ。で最初からデータ消してあったから、じゃあ俺も最初からやるわって言って、俺も最初からやって1ヶ月かかってもクリアできなかったら納得するわって言ったら、俺ね1週間7日8日でクリアしたんですね。ほんでクリアできて、でそしたらなんかもう葉っぱかけられた犬
ゴミクズ犬みたいな感じで、ハブキトーマスターも急にせかせかやり始めて、で、ようやく3ヶ月半ぐらい経ってクリアしたんですよ。あの時間は一体何だったんだよと思いますよね。シェリー少女くたばれ。